L-329?L-1329 ジェットスター C-140?NASA 所属の C-140 ロッキードジェットスターは、ロッキードのビジネスジェット。型番は L-329 及び L-1329。アメリカ空軍に採用され、C-140 の型番を与えられている。開発計画は空軍の注目を得たが、後に、 予算不足により離脱し、民間市場向けに、ロッキードの単独プロジェクトとして開発が続行された。試作機として製造された2機は、ブリストルシドレーをオーフィウス2機をエンジンとして装備し、1957年9月4日に、初飛行した。2号機、N329K は、スリッパータンクを備えていたが、後の生産型と異なりこの時点ではオプションであった。その後、 ロッキードはオーフユースエンジンのライセンス生産交渉に失敗し変更することになった。N329K はプラットホイットに JT124 機にエンジンを交換し、スリッパータンクは取り外されて1号機 N329J に取り付けられた。N329J はケリー・ジョンソンの移動にしばしば使用されていた。 1960年には生産型のエンジンとして採用された JT-12 を装備して初飛行。翌年には納入が開始された。一方、開発から離脱した空軍は16機のジェットスターを C-140 として調達した。1962年、VIP 機との区別は明細塗装によって識別されていた。C-140A は、 ベトナム戦争 -1990 年代諸島まで使用された。最後に退役した機体はイリノイ州のスコット空軍基地で展示されている。11機が C-140B として調達された。最初の1機は C-140A よりも早く納入されている。軍事空輸軍団にて運用され、6機はアンドルーズ空軍基地から第89。 輸送飛行隊によって VIP 機 VC-140B として運用された。1970年代 -80 年代にかけてはエアフォースワンとして持ち、またドイツやカナダなど数カ国でも VIP 機として用いられた。燃費の悪さとアメリカ合衆国の騒音規制により改良型の開発が行われた。ギャレットエアリサーチの TOF731 を エンジンとして用い、外部燃料タンクを再設計したものであった。開発は成功し、トフ731から3を装備した、新造機ジェットスター2として生産され、1976年から79年にかけて40機が販売された。この改良型は、航続距離、騒音、最大搭載量といった面で原型となった、ジェットスターよりも優れたものであった。また、 ギャレットエアリサーチによって、既存機のエンジンを TF731 から1に交換した改造機731ジェットスターも開発された。中ほどに燃料タンクを取り付けられた高体格30度の主翼、垂直尾翼に水平尾翼を取り付けた十字型の尾翼を有している。燃料タンク外側の主翼前縁にはスラットがあり、フラップは後方全体に設けられている。 十字型の尾翼によって水平尾翼はジェットエンジンの気流から隔離されていた。垂直尾翼は基部の無塗装部分から上部が稼働することで安定性を高めていた。フライングスタビライザーと称されたこの機構は後に大型機にも用いられるようになった。機体下部にはエアブレーキがあり着陸時の減速を補助していた。着装置は三脚三輪であったが、 1962年の事故以降、ノーズギアはダブルタイヤとなった。ジェットスターは42,500ポンドとこのサイズの機体としては重く、最高巡航速度は高度2万1000フィートで M0.8 であった。航続距離は3,500ポンドとサイズで2,500マイルとなっていた。典型的なキャビンは8席とトイレ、座席間隔を詰めることで10席での運用も、 可能であった。このサイズの機体としては、稀なことに通路を立って移動することが可能であったが、そのために通路は両サイドに位置する座席よりも低い位置となっていた。窓は比較的大きなものであった。ットスターにもいくつかの変更点を除けば、旧型と変わりはなかった。機種と窓が変更された、コックピット、大型化されたエンジン、主翼情報にはみ出さず、 火砲にまとめられた燃料タンクが外見上の際であった。1995年1月5日、イラン空軍の機体が緊急着陸に失敗し、乗員、乗客12名全員が死亡した。死者の中には、空軍司令マンスアサッタリ、も含まれていた。出展、ロッキードエアクラフトシンス1913証言、性能、ロッキード L-1329Z スター6。 カナダアビエーションスペースミュージアム2012年12月28日閲覧 AB ザ・ロッキード・ジェツ、e. ットスター AIRLINERS.net2012 年12月28日閲覧ジェットスターヒストリー、2 0 1 2年12月28日閲覧ローレンス・ K ・ラフトン・ジュニアクエスト・フォー・パフォーマンス The Evolution of Modani Aircraft Chapter 14ビジネスジェットエアクラフト NASA 2012年12月28日閲覧テーラージョン WRJANES All the Worlds Aircraft 1989から90ロンドンジェーンズ・アブックス1989 ISBN 0から7106 08969 ASN エアクラフトアクシデントロッキード L-1329 から2 5スター 2003S ファハン、シャヒットベヘシティエアポート、アビエーション、セーフティーネットワーク、2012年12月28日、閲覧。フランシーン、ルネジェロッキードエアクラフトシンス1913、ロンドン、プトナム、1982、ISBN0 から370303296、 ありがとうございます。